萌えちゃん始まりました。 USJ に来ている私たち、スーパーニンテンドーワールド、来た来た。うわ見て、もうマリオだ、もうマリオだ、もうマリオです。どこかにコインがある？あー、だー、だぴょん。おー、ここは何ですか？旅館ですか？すごい、うわマリオワールドや、全体がマリオワールドや、これすごすぎる。いや想像以上にすごい。いやもう一面マリオの世界入ってきてますやん。これすごいぞ、マリオや、すごい。この没入感すごいぞ。すごいね、もう完全に入ってますよね、世界に。懐かしい、イエーイ、すごいね、テンション上がりすぎて迷子になりそうや。すごいですねこれね、これクオリティ高、すごいね、こんなもテンション上がる。いやこれはテンション上がった、びっくりした。まずレベル違うな、任天堂。ここで事前に購入していたパワーアップバンドを選びます。このバンドがあるとこの任天堂ワールドを思う存分楽しむことができるそうです。かわいい、グッズもグッズめっちゃかわいいです、全部すごいです。任天堂すごい。じゃーん、来て来て、じゃーん、ちょっと見えてたね。かわいい、ピノピオかわいい。よかったら写真一緒に撮っていただけますよ。そして撮った写真がこちら。キノピオに会った後はマリオとルイージを発見。マリオとルイージと写真を撮るために並ぶことにしました。だいぶ暗くなりました。このね、ミート&グリート&フォトがねだいぶ長いんですね。そうだね、だいぶあの待ち時間が長いです。このフォトスポットが大変です。いよいよマリオ&ルイージとご対面です。全然ルイージの方見ないでしょ。あんな待ってたのに。オッケーバッチリー。ではもう一枚、次はブロックパンチ、ポンチ。そういいねいいね。ではではバトルいたします。アイタキー。あーどうかなどうかなどうかな。あの顔硬、表情硬い。震えてる。寒いのかな。あーどうかなどうかな。バイバイですよ。バイバイ。マリオレジありがとう。マリオありがとう。キノコ。キノコ。マリオカートのアトラクションに息子の身長で乗れるかどうかお姉さんに測ってもらっています。乗れた？乗れる。ああよかったね。緊張の一瞬だったね今。クッパ城の中に。クッパ城の中だよ。すごいね。マリオカート乗れるんですか？乗れますよ。すごい。うわすげえ。ゲームの中入ってきた感じだ。
でもないね、これはクオリティが。クッパ城がすごい。うわすごい。すごいね、これ。はい、行くよ。エクスプレスチケット早い。すごいクオリティだ。ここでお姉さんからサンバイザーを受け取ります。サンバイザーに 3D メガネを装着してアトラクションを楽しみます。なんかサンバイザーをつけましたけどサンバイザー、いざマリオカートに乗り込みます。こちらのアトラクション、自分が憧れのマリオカートに参加しているような気持ちになれる、そんなアトラクションでした。どうでしたか？面白かったね。ザ・マリオカートみたいだったね。揺れるんだって。楽しかった。何か見える？面白い。はい、お願いいたします。はい、はい、頑張れ頑張れ頑張れ、上に乗ってもいいから頑張れ、上に乗ってもいいからね。取れた？終わった？終わったよ。よし行こう。全然できなかった。全然できなかった。あ、でも なんかをゲットしてる。届いてない。届いた。届いたよ。届いた届いた。最後だけ届いた。大充実の一日に大人はすっかりヘトヘトです。お待たせしました。何名様ですか？まだ元気残ってる？じゃあどうぞ入って。こちら正面5番から9番です。クッパジュニアが出現。みんなで力を合わせて倒します。避けて避けて。
ったやった。キラー来んかった。キラー来んかった。ねえ、最後クリアしたね。お、どうだった？楽しかった。マリオどうだった？すごい楽しかった。よかったね。ずっと来たかったもんね。またここに来たい。またここに来ようね。ということで、初めての家族での USJ マリオワールドでした。バイバーイ。バイバーイ。バイバイ。次回の萌えちゃんは、さらば日本シンガポールに帰りますの巻だよ。お楽しみにね。頑張るママとママを応援する人のためのママズオンラインサロン、声のブログ、ボイシー移住ラジオ。詳細は概要欄からどうぞ。